4分発かしこ島行き特急かしこ島行きの特急島風が参ります。ご乗車ありがとうございます。まもなく3番乗り場に44分発かしこ島行き特急島風が到着いたします。まもなく3番乗り場にかしこ島行き特急島風が到着いたします。この列車には乗車券のほかに特急券、島風、車両券が必要でございます。まもなく3番乗り場に島風へ到着をいたします。危険ですので黄色い線の内側でお待ちください。危険ですので黄色い線の内側でお待ちください。お待たせいたしました。到着の列車は賢島行き特急島風でございます。賢島行き特急島風でございます。この列車には乗車券のほかに特急券、島風、車両券が必要でございます。ご乗車ありがとうございました。宇治山田でございます。車内にお手荷物の案内をご注意ください。宇治山田でございます。車内にお手荷物お忘れ物の案内をご注意ください。到着の列車は賢島行き特急島風でございます。賢島行き特急島風でございます。3番乗り場から賢島行き特急島風が発車をいたします。扉が閉まりますからご注意ください。賢島行き特急島風発車でございます。扉が閉まりますからご注意ください。
車に一回まさかくっついI'm not
Thank you.
業家の瀬崎と言います。まもなく左手に、近鉄沿線で、数少ない海岸線が見えてまいります。列車は徐行をいたしまして、風光明媚な海岸線、ご覧ください。
とうございます。ありました、ありました、よかったよ、よかった、もうドキドキするな。申し訳ないです。トンバ駅を出込みまして、先ほど電気鉄道をお話をさせていただいたんですけども、この付近は全く遠い海です。この右側の道路、ちょうど進行方向向かって右側なんですけども、この付近から、
島電気鉄道がですねずっと走っておりまして、もう少し向こう側ですねに走っております。ちょうどですね、新宿店だとか、この手前の道路じゃなくて向こう側がですね島電気鉄道の鉄道でございまして、そして右側には鳥羽水族館の駐車場が見えると思うんですけども、この駐車場の向こうにですね鉄塔が見えると思います。ちょうど橋がありまして、橋の手前から島電気鉄道が走っておりまして、うどん屋さんの、銀行のところにですね付近に鉄塔がありますね。これが島電気鉄道のところです。その右側にはですね、トンネルが見えてきました。このトンネルはですね当時の、鉄道が走っていたところですね。今車トンネルちょっと今通行止め、遊歩道になっているんですけども、通行止めなんですけども、この付近もですね島電気鉄道が走っておりました。何度も言います、この付近はちょうど海の状態ですね。左側には鳥羽水族館が見えております。実は今回、遠くからですね、関東、北関東だとかですね、中国地方の方からもたくさん参加いただいているんですけども、初めてこの島線を乗っていた方も、いらっしゃると思うんですけども、よく近鉄の、列車は海のそばを走っていると思うんですけども、逆にですね、今先ほどの徐行しました池の裏ぐらいとか、今の先ほどの鳥羽駅周辺だけなんですね。あとは終点賢島に駅に入る手前ぐらいにですね、小さな、そうですね、20メートルもないような橋を渡ります。そこから賢島なんですけども、そこの賢島は皆さんご存知の通り、来年の、伊勢志摩サミットが開催される場所でございます。これもですね、サミットなんですけども、実はこのツアーの、開催する前にですね、近鉄と NHK さん、しまちさんとですね携帯大喜利の会議をさせていただきまして、その際にですね、このひょっとして、三重の島地区でサミットが決まるんじゃないかなという中でですね、我々もこのツアー参加の方だとかいろいろと、調整をして、その後この、三重サミットが決まりましてですね、非常にね今回は、嬉しくですねダブル喜びをしているような形ですね。はい、単線の区間を走っております。島線の単線区間ですね、大工町もしますしですね、小さなトンネルも抜ける、またうちとうちの間でですね軒下越え通りますので、これも鉄道の醍醐味ですので、楽しんでいただいたらいいかなと思います。また後ほどご案内します。特にトイレに入ってしまいますと非常に
最悪な状況がなるかも分かりませんので、この後の、トンネル入るまでにですね、お手洗いを済ませていただいて、各座席の方についていただいたらありがたいかと思います。しまして、列車これからですね、トンネル入ります。ちょっとね、先ほど申し上げたみたいにですね、トンネルではですね、日頃、最高時速131キロで、運転できるトンネルなんですけども、今日はスピードよりか逆にですね、徐行したりですね、したいかなと思っておりますけども、車窓窓から車内の、電気ですね、これ車内灯と言ってるんですけども、室内灯ですね、で外の、ね、壁の声だとか見えないんですけども、後ほどですね、あるところに列車を止めますので、その壁の具合、トンネルの壁の具合もですね、見ていただいたら助かるかなと思います。ここはですね、丸いトンネルなんですけども、例えば吉野線でも南大阪線ですね、ちょうど山と山の間はですね、四角いトンネルもありますし、地下鉄なんかはほとんど四角いトンネルなんですね。近鉄の京阪河線なんかは丸いトンネルなんですけども、荒本とか長田に近づいていくと四角いトンネルなんですね。はい、このトンネルもですね、もともとちょうど進行方向に向かって右側山側の方にですね、鉄道を走っておりまして、この山を大きく迂回するような形でですね、まだ配線跡もですね、残っております。配線跡も残っておりますので、はい、楽しんでいただいたらいいと思います。実際先ほどまで150キロぐらいの、速度だったのですが、ちょっと速度を、緩めております。はい、速度が出ました。もしかしたら名古屋出発した後に急に来たかな、お席についてるか、またはできればですね、ちょっと移動は、しないようにしてください。ゆっくりとですね、外側は両方の壁が見えると思いますので、ただ渡してると思いますね、左側は、壁がすぐに見ておりますけど、右側はもちろん伏線ですので、ちょっとレールも見えると思います。そしてトンネルとトンネルの間はですね、船頭作業員が退避できるですね、作業の場所があります。はい、皆さんよろしいでしょうか。このままの状態で、はい、はい、このままの状態でおいてください。はい、よく見てください。見えにくいですか、見えにくいですか、見えにくいですか。はいはいはい、今は真っ暗向けた状態です。はい、この状態で普通列車はね、このトンネルの中に消さないので電気を消さないんですけども、今日は特別なんですね。列車は徐行します。今誰かトイレ入ってたら最悪な状態ですね、これね。はい、最悪な状態ですけども、ちょっと間もなくトイレの方は我慢しておいてください。はいはい、そうですね、はい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 、真っ暗な状態で列車は、はい、
ね、この車内の、電源はですね、通常車掌さんが左右されますので、はい、つけまーす。はい、つけると同時に外に向けました。よかったですね。はい、はい、皆さん、横の方、さっきいらっしゃいました。なんか違う方とか座ってません？はい。あ、おりません、おりません、なんか変な人おりませんか、大丈夫ですか、はい、はい、誰かおられてますね、はい、ということでですね、この後ですね、田園風景を見ながらですね、行くんですけども、我々鉄道を今回支えてくれた一人、中村豊さんが今回のツアー参加してるんですけども、彼ですね、島タイヤさんやったっけな、徒歩の、駅のいうか線路の横に営業所がございまして、そこのですね、今ちょうど4号車に立っている方なんですけども、この方のね、家の付近をですね徐行しようかなと、なんとこれ、観光バスかタクシーかというぐらいにね、するんですけども、やはりね、鉄道は本当皆さんの鉄道で、お客様が、時間通り乗ってる方が、たくさんいらっしゃるんですけども、こういうツアーしかですね、特急がないんですね。だからね、いろんなツアーありますので、ぜひね、行ってみたいなとかですね、思うとかね、積極的に参加していただいたらですね、自分のところの家そば取んねとか、手振ってとかね、なんか言うてもらいましたら、皆さんね、手振ろうかなと思ってます。まだまだちょっと先ですので、島タイヤさんの方、近づきましたら、ご案内します。だから車内のお客様は進行方向で右側また言いますので、車内から手を振っていただいて、タイヤ買うなら島タイヤとかですね、なんか言ってもらいましたらね、ありがたいかなと思いますので、本当にね、皆様のおかげでですね、このツアーそろそろですね、あとそうですね、20分余りで終点鹿児島に着きます。自分この後1時間トークショー絶対喋れんの、もう喉がカレカレで、もう声ができないで出ないぐらいの、状態なんですけども、このツアーと同様、たくさん喋りたいかなと思いますので、改めてご案内いたします。ごめんなさい、はい、島谷こちらの、はい、あと大体何分、あと何、磯辺で止まるんで、磯辺を出て4分か5分ぐらい、磯辺出て4分か5分後にお願いします。で、余談なんですけど、この間珍百景でやりすぎたコンビニって、コンビニの中にカラオケボックスとか卓球場とかコンビニやりすぎ何でも置いてるコンビニがあるんですけど、そこの前も通ります。それカラオケ台なの？カラオケ台ってます。僕らは時々夜行ってます。安いでしょ。ジャンカラとかと変わらへんから、でもなんか怪しいですね。でもね、プロジェなんですよ。まもなく鹿児島に到着します。お出口は右側でございます。お出口は右側でございます。扉は内側に開きます。一歩下がってお待ちください。奥の階、阿弥陀座席なのにお忘れ物のございませんよう、よくお確かめの上通りを願います。まもなく鹿児島に到着をいたします。ありがとうございました。
ツアーご参加のお客様、右側の改札口を通りください。ツアーご参加